太いので長っ。うわー、びっくりした。こっちね。やわー。はい、終わりです。メラキッズクラブ、タグルです。タクヤです。はい、じゃあ今日はアプリスリザリオをやってみたいと思います。うんうん、iPad でやる。やっぱり。うん。それじゃあ早速ゲーム開始。たけるくんからやる。じゃあたけるくんはモードどっちにしますか。あ、始めました。始めましたね、たけるくんは。あっさりと。たけるくんオフラインの方で始めました。スリザリオはこの光を吸収して大きくなっていくっていうゲームです。自分の操作しているミミズが他のミミズに当たったらゲームオーバーです。当たりましたね。じゃあ次、さくやちゃんやりましょう。種類を変えられるんだね。だね。あ、他のプレイヤーがいますね。それでボーンってぶつかった。でかい、気持ち悪い。他の左地味の人。あー、すごい。面白いですね。多分862。862点。うわー、気持ち悪い。でかい。うわー、こいつの顔が見てみたい。ブーストするとね、後ろがね、なくなるか。へえ、ブーストはどこ押すとできるの？その矢印を押すとできるんだ。うん、でもね、タップ2回用できる。へえ。ここ発生。うわー、びっくりした。じゃあ、すり抜けたね。あ、それも食べられるんだ。うん、超キラキラしてる。すげえアメリカの。ブーン。あら、利用しないじゃない。あら、もうちょっと。殴る死んだ。めっちゃいい感じだったのに。じゃあたけるくんとさくやちゃんで2回ずつオフラインでやってみて、どんくらい点数が稼げるかやってみましょう。おお。そうそう、カレーだよ。ソファンって。何点だ。77点。だってどっちもだよ、どっちも。すごい、うまい。すごい。あっという間に大きくなった。すごい、うまい。スリザリオの奥深さを理解しました、今。5532。すごい、5532点です。サクヤちゃん、サクザリオ。サクザリオですね。交通事故だわ。今のもう一回やっていいんじゃない。頭ごっつんこした。もう一回やるか。14。100個もなかったらもう一回消える。やりません。そうすっか。ああ。さっき5532だったから超えられるように頑張りましょう。そうなんだ。一万超えました。うおー、すごい。ミルキッズクラブ現在6位です。すごい、14,980。すごい。やったね。シリーズアリオ楽しかったね。はい。次は
このスリザリオを作る実験をしてみます。作る？うん、作る作る。どうやって？そう、実験というわけで科学者に変身。科学者、さけです。科学者、たけです。つかめる水でスリザリオを作ろう。今日はアルキン酸ナトリウム水溶液と塩化カルシウムを準備しました。最初に色をつけます。シンナ、そういう茶色みたいな色ですね。二人は大人っぽい色が好きなんだね。じゃあ色をつけていきましょう。え、全部あ、もう OK、OK。なんかもうこの時点でスリザリオに見えますね。同じっぽいけど同じじゃない。同じっぽい。なかなかできないね。出てこへん。混ざりました。はい、じゃあ混ざったところでつかめる水を作っていきましょう。じゃあこのプルポップアイスの容器で色をつけたアルギン酸ナトリウム水溶液を塩化カルシウム水溶液に入れていきましょう。すりたりょうが、お、太いのができた。長っ。こっちね。水ザリオ完成。さらに今回はね、じゃん、このぷよぷよボールを水ザリオに出てくるオーブンに見立てて大量に入れちゃいましょう。じゃじゃーん。お水を入れた衣装ケースを準備しました。じゃあこれにまず2人お好みのすりザリオを入れてください。はーい、すごいちゃんとつかめますね。おー、すりザリオ入れました。よし、じゃあいよいよオーブンに見立てたぷよぷよボールを投入していきましょう。せーの、すごいスリザリオの世界観が再現できてます ね。じゃあ次にね、この作ったスリザリオで2人に対決をしてもらいます。なんだ。じゃん、金魚すくいのポイを準備したので2人でスリザリオ取り対決をしましょう。じゃあね、ルールを説明します。はい、まずぷよぷよボールが1点、スリザリオが10点、ポイは1人3つずつです。制限時間1分間の間にどれだけ多くの得点を取れるかで争います。いきます、よーい、スタート。はい、残り30秒です。よっ、頑張れ。15秒。あれ10秒。5 4 3 2 1。じゃあ点数を数えていきましょう。はい、たけるくんの点数数えます。まずぷよぷよボールから2点2点2点7点、8点、ぷよぷよボール8点。次スリザリオね、18点2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 8点
38。あ、はい、たけるくん38点です。わー、じゃ次はさけちゃんの点数を数えていきます。いきまーす。でーん、はい、というわけで、釣りざりを救い対決は、さけちゃんの勝利でした。ありがとう。たけるくんがっかりしています。また違う対決しようね、今度。今日は釣りざりで遊んで、つかめる水で釣りざりを作りました。釣りざりで遊んで楽しかったです。ぷよぷよボールが綺麗でした。最後まで見てくれてありがとうございます。みんなも釣りざりで遊んでみてね。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。ご視聴ありがとうございます。面白かったらグッドボタンお願いします。 Twitter、LINE@、Instagram、Facebook もやっているので、ぜひチェックしてください。